はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県熊谷市に来ております。こちら熊谷といえばね、僕ら大食いでもよく行くゴールデンタイガーさんだったりとか、あとはね鈴木さんだったり、美味しいラーメン屋さんでデカ盛りのお店いっぱいあるんですけれども、今日はねラーメンではございません。僕が訪れておりますのがこちら、後ろに見えておりますこんこ屋さんというおうどん屋さんでございます。こちらのお店さんはですね、僕が以前デカ盛りハンターというテレビ番組の方でもね一度お世話になりまして、このねうどんがめちゃくちゃうまいんですが、このこんこ屋さんでですね、熊谷混ぜうどんなる熊谷のねご当地うどんのような形で販売しているメニューがございまして、今日はですねそちらの熊谷混ぜうどんをデカ盛りでいただこうと思ってます。でせっかくねデカ盛りでいただくので、ただ普通に食べるのではなく、一応ねセルフチャレンジ形式といいますか、タイムも測りながら食べていこうかなと思っております。で本日のその混ぜうどんのデカ盛りの量なんですけれども、だいたい4キロぐらいとお話ししておりまして、デカ盛りを食べた後も通常の混ぜうどんなんかもいただいて、ゆっくりとねお話をしながらその後食べていこうかなと思ってます。まあねセルフチャレンジということで、デカ盛りの方はある程度ガチめに食べつつも、その後ね熊谷混ぜうどんしっかりと美味しく食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、こんこ屋さんの店内に入っておりまして、皆様にせっかくなのでメニューの説明ということで、僕が以前いただいたのはつけうどんの、デカ盛りですね。こちらをテレビ番組の方でいただいたんですけれども、それ以外にももちろん混ぜうどんであったりとか、他ねご飯等のセットメニューなんかもたくさんありまして、今日なんかねもうオープンでお邪魔させてもらってるんですけれども、もうすぐ満席状態でございます。本当にねこの辺りでもすっごい人気店なので、もうね味は間違いないです。僕も以前いただいた時はものすごく美味しかったので、今日ねこの久々にいただけるこの混ぜうどん楽しみなんですが、このね混ぜうどんなんですけれども、トッピングが複数ございまして、自分なりのねカスタムができるということで、ぜひですね皆様も自分の好きなカスタマイズを見つけて美味しい混ぜうどん食べてみてください。ということでですね、ただいま本日いただきます、こちら熊谷混ぜそば4キロバージョンのデカ盛りが到着しました。卵、お肉、うどん、野菜と盛り盛りの一杯となっております。それ以外にもですね、熊谷混ぜうどんはこれ締めにねスープを入れて最後にいただくっていうのが一番美味しいらしいので、そのあたりもしっかりと味わいつつ、がっつりね食べていこうと思います。そしたら本日ね早速いただきます。よいしょ。ひとまずまあ野菜からかな。よいしょ。うん、お野菜はもやしとニラですね。はい、すいません、お預かりいたします。ちょっと麺が届かないのでお肉からいただきます。残り続いてる味噌うどん並盛りですね。ありがとうございます。お客さん、バラチャーシュー柔らか。1000円でお預かりいたします。はい、甘辛い味付けでうんまいわ。箸進んじゃいます。うん、3つ乗ってますんで、先にねこの味玉もいただいちゃいます。うん、ちょっと混ぜるのが大変なので、この味玉はね取り皿に移させていただきます。でこっちのついてバラ肉ですね、またうまそうです。並びでお願いできますか。こちらセルフになってますのでお願いいたします。うまっ、わ甘辛い感じで、これうどんも合うけど絶対お米合いますね。うん、じゃあそろそろうどんもいきますか。うわ平打ち太麺でうまそうこれ。うわ、おいしい、これおいしい。
うわ、うまの。そのテレビの時はですね、つけうどんで冷やしだったので、それももちろん美味しかったんですけど、今日初のあったかいの、めちゃくちゃうまい、うん、ちょっとこれ卵黄、うわ甘辛いお肉と一緒にね、これ、ベースの出汁の効いたタレと、この黒胡椒なのかな、ちょっとピリッとした風味の良さ、うまい。ありがとうございます。ご案内いたします。ポイントで大丈夫です。ありがとうございます。この子肉です。何盛りだって、ありがとうございます。先合わせまして、計700円になります。ありがとうございます。200円でお伝えしましたので、500円の会社になります。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてありがとうございます。さあ、お待ちします。コンテンツはね、ベースのタレですとか具材全部美味しいんですけど、そもそもこのおうどんが美味しい。好きだな。ちょっとね、この辺りで味変いただきまして、辛味噌でございます。これでちょっと辛さとかパンチを増してね、ガッといっちゃいましょう。うまそう。うん、あ、これうまい。また一発辛いの入ってくると食欲増しますね。結構ね、ジャン系のベリッとした辛味なんで、これ合います。もちろんです。こんな感じいかがでしょう。ありがとうございます。
どうぞ。はい、お待ちします。僕も毎回撮影の時にね、いっぱい食べますんで、基本的に撮影のある朝昼等は全く食べません。これ基本的には1食目なんですけど、このガツ盛りサイズ1食目で食うものではないね。大盛り2杯分はもうないかな。そしたらまあだいぶ減ってきましたので、スープ入れましょうよ。うわ、やっぱりこれ最後締めにこのスープ入れますと、ベースのねタレの出汁感もそうなんですけど、このお肉の旨味とか野菜の風味っていうのがもうそこのね汁に全部溜まった状態ですから、そっからのこの割りめちゃくちゃ美味しい。ちょっと具材もないんで、最後に味玉とスープと一緒にいただきます。いただきます。かわいい。ごちそうさまでした。ということでですね、今こうお店のねお客様からのいろんな応援もいただきつつ、しっかりとですね美味しくこちら完食させていただきました。ちょっと今回に関してはですね、僕タイマー測っておりませんので、編集でやっと詳しい時間がわかります。ただでもカメラを回してまだね20分ちょっとしか経ってないので、この4キロのうどんをねおそらく20分以内に完食できたんではないかなと思います。でもちろんですね、まあなかなかお話もできずにこのデカ盛りを食べましたので、この後通常メニュー追加注文したいと思います。ありがとうございます。こちらになります。すいません、いただきます。はい、ということでですね、僕が本日待ち望んだこちら魚介豚骨つけうどんの並盛りが完成しました。もうねこのつけ汁の匂いたまんないんですけど、早速茹でたて打ち立ていただきます。もうこのうどんがとにかく美味しくてですね、ちょっとこれだけでいいですか。うん、まあ
あったかいオーブンだと本当もちもち感が強くて、小麦の香りっていうのかな、すごくしっかり感じる甘みのある麺なんですけど、これ締めたら締めたでまた全く違うものになりまして、コシがめちゃくちゃ強い。麺の切り方が独特で、縮れというかねじれというか、中心はこのコシがあって、外側はもちっとした食感で、これはねめちゃくちゃうまいです。早速このつけ汁ですよ。うまもちろん濃厚ではあるんですけど、いわゆるそのおうどん屋さんとかベースのこのかつおだしっていうのかな、和のおだし感が強くて濃厚なんだけどあっさりというか、4キロ食べた後でもスルスル入っちゃいます。これでですね、おうどん最後ですね。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら本舗屋さんでデカ盛りの熊谷混ぜうどんいただいた後にですね、並盛りでこれ豚骨魚介のつけうどんいただきました。僕がですね以前来た時にはまあずっとお話ししてる通りチャレンジメニューって形でですね、結構急ぎ目でガッツリといただいたので、なかなかね味わい尽くせなかったんですけれども、それでもなおここのうどん美味しいなと記憶に残るうどんでした。で改めてですね、まあ、並盛りなんかもゆっくりいただいたんですけれども、やっぱりというかむしろ記憶以上に美味しかった。とにかくもううどんの麺が美味しいので、あったかいのでも冷たいのでも両方美味しいですし、何よりもねこの豚骨魚介のこのつけ汁なんですが、いわゆるラーメンの豚骨魚介のようにがっちりというよりかは、うどん屋さんらしいねこのお出汁感のある濃厚なんだけどさっぱりと、他ではね本当に味わえないようなスープになっております。ぜひですね皆さんも気になった方、おうどん好きな方は絶対にこの金庫屋さんのうどん食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。